ました。羽田空港にやってきました。午後正午ね、こっちのグライダー、ここに乗ってるんですけども、グライダーってエンジンついてないじゃないですか。気流を使ってね、飛行するんですけども、今日はね、午後正午、初のね、グライダーに挑戦したいと思います。車輪がね、これ1個しかないんで、グライダーが倒れないようにね、アメリカのね、超有名企業の CEO、社長がね、グライダーを支えてくれてるっていう。で、前方には、これ、飛行機。プロペラ機で引っ張ってもらって上空に上がるんでしょうね。早速ね、挑戦してみましょう。今ね、コックピットに来たんですけど、どうやったらね、引っ張ってくれるんですかね。このグライダー、エンジンついてないので、このね、プロペラ機に引っ張ってもらう必要があるんですが、このプロペラ機のね、パイロットにどうやって伝えたらいいんですかね。引っ張ってくださいっていうのを伝え方がわかんない。まだね、社長は相変わらず羽を支えてくれて、まっすぐになるようにしてくれてるんですが、なんかあるんですかね。ブレーキを解除したら進むとか？あ、でもめっちゃリアルだな。これなんだろう。ピッチトリム。これ関係ないですね。スピードブレーキは多分空に上がってからだと思うんで、パーキングブレーキみたいなものあるんですかね。これは操作できないですね。これランディングギアなんで関係ないと。ウォーターバラストレベル。あ、水を放出して軽くしてね、浮き上がるんですかね。バッテリー、あ、これ電源ですね。これバッテリーです。なんか難しいな。これ何ですかね。あれ？機体が。あ、傾いた。機体がね、これ引っ張ったら機体がね、傾いた。あれ？なんだ？ほら。機体が倒れちゃった。社長は？あ、社長いなくなった。あれ？あれ？プロペラ機が行っちゃった。あれ？リリースケーブル。ケーブル外れちゃった。もうね、動力ないんで、このグライダーはね、どうしようもないですね。ちょっとね、管制塔に無線連絡して救助してもらわないといけなくなりました。やり直しで。さあ、わかりました。ラダーペダルをね、左右にね、これを振るとね、パイロットに離陸していいよっていう合図なんでね。じゃあ早速ね、ラダーペダルを左右に振ってね、離陸しようと思います。こっちに振って、こっちに振って、さあ発進だ。社長、行くぞ。おっと、エンジン出力が上がってきた。おお、支えてくれてる、支えてくれてる。おお、さあどこで、やばいやばい、傾くな。おっと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 、これじゃあ左行ったらどうなるんだ。おお、いけるいける、勝手に左いける。あ、浮いちゃった。ちょっとやばい。やばい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 、見失った。引っ張ってくれてる飛行機を見失った。あれ、ちょっと待って、どうなった。やばいやばい。離陸失敗しました。離陸難しいな。さあ、出力上がってきた。安定してね、引っ張ってもらうために、おっと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 、この傾かないようにね、微調整しないと、難しい、難しい。おっと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 。さあ、浮いた。一緒に浮く。おっ、おっと。難しいぞ。あ、浮いた浮いた浮いた。どうなった。あ、立て直せ立て直せ。おっと、こんな方に、こんな方に向かって、大丈夫か。海だぞそこは。あ、あ、浮いた。おっと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 、やばい。
ゴーゴ勝負のおかげで一気沈んじゃったな。これね、めちゃくちゃ難しいぞ。離陸するまでは特に上下とかいじらない方がいいかもしれないですね。引っ張ってもらってる間はね、ちょっと左右微調整するぐらいで、身を任せてね、飛んでいけばいいかもしれない。じゃないとめちゃくちゃ敏感だった。おっと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 。さあ、スピード乗ってきたけど、でも勝手に、何これ、めっちゃ難しい、めっちゃ難しい、めっちゃ難しい、なんだこれ、これ何かがおかしいぞ多分。さあ、こっから再び飛べるか。あ、飛んだ飛んだ飛んだ。ここでね、なんかすごいグラッとくるんですよね。なんでだろう。この画面で行きましょうか。復旧した復旧した。羽田空港の中から見たらね、このぐらいだ、やばいっていうの丸わかりなんですけど、あれ、今度ね、浮かないですね。あ、浮いた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 。ほら、なんかすごい。糸切れちゃった。 糸切れちゃいました。誰か助けてくれないかな。さあ、もうね、離陸無理だったんで、午後正午、浮いた状態でね、やってきました。このマップね、上昇気流がこうやって表示されるんで、この上昇気流に乗ってグライダー上昇していくわけですね。動力がなくてもグライダーが上昇できるのは、こうやってね、うまく気流を捕まえて登っていくっていうことでね、羽がね、めちゃくちゃでかいんですよね。だからこの巨大な羽で上昇気流を捕まえてね、上空に登っていきたいと。めっちゃ気流上昇していくな。じゃあ上昇、気流の方にね、旋回していって、この気流に乗ってやろうと思います。おー、すごいな。これでも登れるのかな？これ上昇気流乗ってますかね？多分乗ってると思う。あれ？山肌にどんどん近づいていくけど大丈夫かな？さあ、上昇気流よ。来い。高度変わってますか、これ。あれ？やばい。やばい。急に。急に。上昇気流に乗れませんでした。これが上昇率で、これがスピード。あ、こっちがスピードですね。あ、スピード速くなってきた。でも下降してるから、上昇率をね、高く上げていって、あの上昇気流に乗りたい。あ、これ携帯も充電できるんですかね、ここで。便利だな。上昇してる気がする。ほら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 。見えますか？若干気流に乗って上昇し始めた。これでも結構地道ですよね。ぐっと上がらないんで、この一帯がね、上昇気流出てる感じですね。なので、もうちょっとスピード上げていこう。おっと、ぐっとね、上昇しました。ここ通過していけばいいのかな？これなんすかね？これ。これランディングギア。このね、ウォーターバラストレベル。水全部放出しちゃったら、めちゃめちゃ上昇していくんじゃないか。水出てますね。ほら。すごい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 。水出てます。これスピードブレーキだから、あ、これだ。これ使っちゃうとね、やばい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 。傾いてきた傾いてきた。機体が傾いてきた。スピードブレーキはオフ。水全部放出したんで、めちゃくちゃね、上昇しますね。じゃあ一旦ちょっと着陸してみます？ランディングギア。これでギア出たんで、じゃあここに道路があるんで、この道路に着陸しましょう。結構なスピード出ちゃったな。スピードブレーキで。これランディングギアだな。
スピードブレーキでスピード落として、これでね、おー、あ、結構交通量が多いな。うまくね、車にぶつからないように、ちょっとスピードが速い。さあ、ここだここだここだ。これ幅大丈夫かな。あ、でもいい感じいい感じいい感じ。おっと、結構あれちょっと幅がねダメだったかもしれない。羽がぶつかった可能性が高い。あ、そこ結構広いな。そこに着陸しましょう。巨大なね、左右の羽もぶつからずにね、ここならうまく着陸できる気がする。やばい、鉄塔があるな、鉄塔が。この辺ならいける。ここ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 。よし、いい感じだぞ。エアブレーキ解除。そして静かに着陸。おっと。おー。ブレーキがないんでね、グライダー。なんか、どうやって減速すんの？おー。着陸したい。結構ね、遠くに着陸ポイントがありますね。あ、着陸ポイントありました。ここですね。じゃあエアブレーキオン。おっと、エアブレーキ急に来るな。翼はどこにあるんだ。ありました、エアブレーキ入れると。おお、稼働が早い。結構ね、横風が吹いてるんで、かなりの急角度だけど、おっと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 、こんな急角度で突っ込んでいいのかな。あ、でもいい感じいい感じいい感じ。ということで、今回はこのグライダーやってみました。着陸がね、めちゃくちゃ難しいですね。ちょっとね、操縦が独特ですけど、コツをつかむとね、めちゃくちゃ楽しいですね。風に乗ってる感とかね、すごい伝わってくるんで、ぜひね、フライトシミュレーター持ってる方、このグライダー追加されてますので、一度やってみるといいと思います。この動画面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日は午後正午日本ゲーム情報、グライダー飛ばしてみるということで、以上です。ありがとうございます。Use your elevator to maintain approach speed.